ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がランボルギーニウラカンペルフォルマンテ2018年式 7000km こちらの車両になります。いけちゃんやってきましたよ。はい。さよならウラカン。まだちょっと早いかもしれないですけど、いやでももう去年の時点でもう受注停止して生産終了ということで、もう絶版車の仲間入りですよね。生産はもう少し続くみたいですけど、もう受注自体はできないということで、これから新車で買おうと思っても買えませんから。そしてですね、今回ウラカンのご紹介なんですけど、復習するとウラカンって結構こうモデル体系複雑なんですよね。そうですね。で今回僕まとめてきましたんで、はい、まず LP なんとかで4とか2とかあるじゃないですかで LP なんとかっていうのが馬力、はい、で2とか4が2区4区、はい、なので全シリーズ2区4区の設定があると。そうです。でなおかつクーペスパイダーの2区4区なんで、はい、前期型でも4種類でプラスもう前期の集大成のこちらのペルフォルマンテ、まあそのまま英語読みするとパフォーマンス、だからよりスパルタンのモデルですよね。そうですね。はい、で後期のエボシリーズに続くと。で後期になると STO とかテクニカとか、はい、まあいろんなその単発の限定車がいろいろ出てきたりしますけど、まあ前期のまあ集大成ということで、かなりこの辺人気ですよね。人気ですね。ペルフォもうちも入庫在庫として店頭に来たのは久しぶりかもしれないですね。もう中古車の価格がなんかもうそれ物語ってますよね。うん、まあそうですね。はい。全然高値安定。うん。なんでおそらく探している方も多いんじゃないかなと思いますので、はい、今回市場も含めてご紹介させていただきます。はい。でまず外観から見ていきたいんですけど、外観これもう見たことないボディカラーなんですけど、これちょっと池ちゃんからボディカラー発表してもらっていいですか？ごめんなさい、読めません。はい。というわけでこれがアーランチョエンテウス。はい。はい。これ発音がいまいちだったらこれちょっとGoogle の音声アシスタントに文句言ってください、うん、僕はそう聞こえました、はい、というわけでこれ直訳するとオレンジマット、うん、もうそのまんまっすね。そうですね。でこれがだからプロテクションとかじゃなくて、うん、純正でマットカラーなんですね。そうですね。なんかランボのホームページとかでも出てた、まあ、イメージカラーに近いような色なんですかね。でマット系って割とこうムラになりがちですけど、やっぱり純正さすがっすね。はい。そして発色がやっぱりめちゃくちゃいいっすね。そうですね。スーパーカーがこの辺の目立つ色映えるじゃないですか。そうです。色物が、まあ、今うちのショールーム周りも多いですけど、はい、色物がいいと思います。そして今回はもうこのマット純正のマットなんで、できれば早めにプロテクション貼りたいですよね。そうですね。プロテクションを貼っていただいた方がいいのかなと。ステルスタイプ、うん、うん、マットの、その質感を生かしてっていうのはできるので、ぜひご相談いただければと思います。で今回は保管状況もよく走行距離も少ないということで、はい、あんまりこう塗装の劣化は見られないかなと。そうですね。はい。で特にこの辺の車ってこう角が多いんで、うん、そういったとこからツヤが出がちですけど、はい、まあそういったのもあんまり気にならない、うん、で飛び石なんかもあんまりない、非常にコンディションがいい個体になっております。そしてですね、外観から見ていきたいんですけど、はい、ペルフォルマンテなんでもう空力がとにかくすごい、うん、というわけでこちらにロゴ入ってますけど ALA、はい、これがエアロダイナミカ・ランボルギーニ・アッティーロ今回イタリア語多いんですけども、ね、ランボのエアロダイナミクス、はい、アッティーバっていうのが翼っていう意味らしくて、うん、はい、というわけでここが可変になってるんですよね。そうです、はい。でこのパカパカがついてて、でなんかそれでランフォースが調整できる、はい、はい、でその調整するのもなんか車にいろんなセンサーがついて、加速 G だったりだとか、はい、はい、その辺なんかも全部見て制御しているらしいです。というわけでこれあれなんですよね、当時ユルの北コース最速、そうなんですよ、量産車最速マシンで直後にポルシェに破られるっていうことになってしまいましたけど、はい、当時これ6分52秒で回ってくるとんでもマシーンだったというわけで、まあこの辺ちょっと日本じゃどこまで使えるかわかんないですけど、うん、はい、今回市場もありますんで乗ってみたいと思います。ALA はあれですね、アベンタの SVJ とかも、あ、そうですね。はい。もうだからランボルギーニの究極モデルに採用されてるこの空力コントロールがこの ALA ということで、はい、そしてあとはウラカンってもうモデルによって顔が違うんですよね。そうですね。結構もうバンパー形状違うので、結構顔つきはモデルによって変わりますよね。2区モデル4区モデルで顔も違いますし、はい、前期後期でも当然顔が違うし、うん、で今回ご紹介させていただいているペルフォルマンテはペルフォルマンテ専用顔ということで、はい、ここがちょっとこう立ち上がった攻撃的な前回りになっております、はい、そして横に回っていってもいいでしょうか、はい、で今回のお車は5欠ということで。そうなんです、はい、これセンターロック5欠どっちがどっちなんですか？多いんですか？センターロックも確かにペルポだと多い印象はありますけども、まあまあ半分半分なのかな。まあうちで前来たのはセンターロックでした。今回はたまたまそうですね、5月の方が入庫したので、ホイール変える場合の選択肢で言ったら圧倒的に5月なんですよね。そうですね、まあ選びやすいとは思います。でセンターロックだとどうしても選択肢が少なくなっちゃうので、はい、ホイールがちょっと作りづらいというか、うん、デザインに制約が出てきちゃうので、そうですね、まあいじるっていう意味で考えたらいいのかなと、うん、あとは究極は後からセンターロックもできるみたいですね。みたいですね。はい、キットがあるみたいなんで、うん、まあこの辺好みによってご相談いただけると、はい、まあ費用はかなりかかってしまうと思いますけど、で今回は5ケズのこのガンメタなんですかね。ですね。はい。でこれホイールもマットというか、はい、はい、艶のないタイプのこちらのホイール。うん、そしてこれに組み合わせるタイヤの方が E0 の、コルサ。はい。これ ALA チューンらしいですよ。ああ、もう専用。もう空力まで考えてセッティングしてあるタイヤということで、うん、新車装着のこちらのタイヤが装着されております、はい、ただまあ溝はありますけど、新車装着の2017年製造かなということで、少しコンパウンドは硬いのかな。タイヤはそうですね、ちょっとまあ例化考えると早いタイミングで交換をまあ推奨ではありますね、はい、その辺の消耗品も東京店ご相談いただければ、はい、お納車の時に一緒にやるなんていうのもできますので、ご相談いただければいいんじゃないかなと思います、はい、そして奥に見えるブレーキはもうこのカーボンセラミック標準ですよね。そうです、はい、そしてフロント6スポット、この後紹介しますけどリア4ポットのこちらの巨大ブレーキ、はい、で車も非常に軽くなっているということで、うん、このブレーキの制動も市場で確認したいと思います、はい、であとは純正で電子制御のサスペンション&車高調になっているということで、今回これ車高調整してありますよね。なんかそんな感じしますね。そうですよね、少し低くなってるのかなと、はい、この辺もご要望あれば調整もできるんで、お気軽に行っていただくといいんじゃないかな。一応ちょっと出面をスペーサーで前後調整しているのと、あとロベルタが入っているので、はい、まあそのあたりの兼ね合いもあって、もしかしたらちょっと車高は調整してるかもしれないですね。まあこのスタイリングですからね、うん、リフターついてた方が、はい、で特にロベルタ車外なんで、まあ、動きも速いですし、はい、リフト量も多いんで、はい、まあ使い方はかなり良くなってるんですね。であと横に回ってきてペルフォルマンテなんで、横こちらステッカーですけどペルフォルマンテのロゴが入ってて、イタリアのこのコントロールのグラデーションも入ってる、はい、そしてあと全部マットなんですね。そうです、はい、サイドスカートだったりだとか、はい、上に行ってミラーだったりだったり、うん、その辺も全部マットで仕上がってると、はい、そして後ろに行くと後ろも同じようにこちらのホイール、そして後ろも出面ばっちり調整されてますね。はい、そうですね、はい、ちょうどつらつらな感じ、車高もいい感じに下がっております、うん、そして後ろに回っていくとやってきました、もうペルフォルマンテ1番のこうパッて見て分かるところ、はい、こちらのカーボンのウイング、はい、これもこっちにロゴ入ってますけど、はい、ALA ということで、はい、これどこが可変なのか一見すると分かんないんですけど、うん、ここに穴が開いてるんですよ。そうです、本当だ、はい、でここ空気じゃどこから来てるかっていうと、このステーの中を空気が通って出てってるみたいです、うん、でなおかつそのステーの先にパカパカがついてて、はい、出る量がコントロールされてるみたいです、うん、なんで左右独立制御でエアロベクタリングになってるらしいですよ。あー、すごいですね。要は本来だったらこうウイングをこう、うん、コーナーだったりに合わせて動かしたいところなんですけど、はい、それを動かせないんで、うん、代わりにエアーのこの出る量でこのダウンフォース左右で差をつけてるみたいです。でこのカーボンもランボルギーニ専用ですよね。そうです、はい、麹とコンポジットって言って、はい、金型でプレスして成形するこちらのカーボン、はい、で当然ドライと近い製法なんで、はい、まあ非常に強度もあって軽量、はい、でなおかつこれランボルギーニの特許らしいですけど、この成形する時間がめちゃくちゃ早いらしいですよ。あ、そうなんですか。普通のオートクレーブに入れるドライカーボン、一般的なドライカーボンって硬化させたりするのに6時間ぐらいかかるらしいんですよ。これだとわずか9分ぐらいで成形できるんでまあ量産にも非常に向いているらしいです。ただ価格はやっぱり金型が必要なのでめちゃくちゃ高いということで、はい、この辺がついてくる、うん、そしてあとは気になる V10 エンジンはエンジンルームで触れたいと思います、はい、そして後ろもこのフォージドコンポジットめちゃくちゃ多用してますね。そうですね、もうドカーンと、リアのディフューザーの上かな、バンパーの部分ですね。そしてマフラー位置も若干通常モデルよりかも上がってるということで、はい、でこれ資料を見たらなんかディフューザーの形状もなんかマフラーの冷却を考えてるらしいですよ。あ、なんでまあ位置の調整と、はい、形状が設計されてるそうです。で後ろもあれですよね、2区4区でそうです、形状違いますけど、はい、ペルフォはペルフォの専用のリア周りになっております、はい、続いてインテリアも見てみたいと思います。インテリアの方がこんな感じで、でまず気になるところとしては今回の車両右ハンドルなんですよ。そうなんですよ、はい、激レアですよね。まあそうですね、多くはないかな。やっぱ左のが多い印象ありますけど、圧倒的に多いですよね。中古車情報サイト見たんですけど、もう本当に1割ぐらいしか右ハンドルいないと、まあ、この辺は完全に好みなんで、どっちがいい悪いはなかなか難しいところだと思うんですけど、まあ、右ハンドルじゃないとっていう方もいらっしゃるじゃないですか、まあ、そういう方には非常に、で特に、まあ、もちろん現代においても右左でそのペダルレイアウトは若干違ったりしますけど、もう昔みたいなそんなにこう。極端ではないかなって感じですね。なんでその辺も踏まえて今回ちょっと確認してみたいと思います。で車内は当然ペルフォルマンテということで、先ほど触れたフォージとコンポジットを多用された、もうめちゃくちゃスパルタンじゃないですか。これしかも面白いのが、外装は全部クリアで閉じられてるんですけど、内装はフォージとカーボンマットの、確かにそうですね。まあインテリアはおそらく反射を抑える意味でマットを使ってるんだと思うんですけど、エアコンの吹き出しだったりセンターコンソールだったり、全部このフォージとコンポジットで、そして全部アルカンターラスウェード調というわけで、ダッシュボードだったりシートなんかも、そして意外にバリエーションありますよね。ペルフォルマンテもこのシート、今回のはフルバケットの、こちらのカーボンのシートがついてますけど、なんか意外にリクライニングする電動シートになってるケースもあるということで、この辺もペルフォルマンテ選びに非常に重要なところじゃないかなと。後で乗った時にも素直な感想を言おうかなと思うんですけど、実際このバケットめちゃくちゃ硬いんで、一部でかなり話題のシートなんで、この辺のレビューもこの後お届けしたいと思います。続いて乗ってみたいと思います。ですね、低すぎますめちゃくちゃ低い。そうですよね。よいしょ、池ちゃんも乗ってみますか。よいしょ。ですね、もう感覚的には今回車高を下げてることもあって、もうフロアと床が同じ高さじゃないかって錯覚するぐらい、そしてルーフもめちゃくちゃ低い、そして乗り込むとこんな感じで、シートは全然こうサイズ的なものはタイトじゃないです、僕が座っても全然余裕あります。横もここも。ただ公園のベンチに座ってるんじゃないかっていうぐらいクッション性ゼロです。特にお尻も背中もそうですよね。特に背中は硬いですよね。というわけでもうガチガチで、調整もこれできないんですね。そうです、前後だけですね。なるほど、手動の前後の調整しかついてないということで、結構背中が立ってる感じします、で僕175ですけど、もうルーフギリギリ、これイタリア人どうやって乗ってるんだってちょっと不思議になるぐらいのシートポジションです。そしてステーリングはこんな感じで、割とこう縦長かな、このアルカンのステアリング、そして、この辺のモード切り替えだったり物理機、そしてこの大型のパドルと、当然ハンドルについてこないタイプですね、こんな感じ。そして視界はこれから乗りますけど、信号が見えないんですよね、この車。裏感はそうなんですよね。結構フロントウィンドウ傾斜してるので、結構フロントの視界狭く感じるとは思います。まともな停止線で止まるとまず見れない、だからちょっと手前で止まるか、もうこうやって覗き込む感じですよね。ですね。というわけでこんな感じの視界になっています。そしてペダルは結構左っすね、中央に寄ってる感じ、だこれ左ハンドルの方が、アクセルペダルは多分そうですね、かなって感じしますけど、全然マクラーレンに比べれば可愛いもんですそしてセンターコンソールはこんな感じで、モニターではないんですもんね。というわけで、今スマートフォンあれば特に困らないと思いますけど、電気はそうなんですよ、メーターの液晶の方にナビとか全部あるので、だからアウディの RE と、兄弟車ですから、それイメージしていただくと分かりやすいのかなと、なんでこっちのセンターの方にはディスプレイとかないんで、代わりにその物理機が一通り出てこんな感じ、あとこの辺も、こういう無駄な演出も大好きです。そしてリフター、ここにボタンがついてるということで、これ上げ下げもちょっと後で確認してみたいと思います。あとシフト関係、この辺飛ばしちゃいますね。で、蓋的なものは何もついてないんですよね。というわけで、ここに後ろにちょっとスペースがあって、だとこの下、ちょっとだけスペースがあると。だから飲み物とか無理ですよね。飲み物は厳しいと思いますね。携帯とかもどこ置こうって感じですよね。なんで収納はもうほぼ絶望的な感じ。スーパーカーですからね。そしてグローボックスの中はこんな感じで、車検証入れぐらいは入るの？車検証は入りそうですね。というわけでこんな感じになっております。そして天井関係は全部この黒のスウェード調、そしてバイザーも、これバイザーロストもこれぐらいしか視界がないんで、ほぼ見えない、こちらのバイザーで、後ろの視界がですね、ほぼない、それはそうですね、本当に走るため、土屋さん、1個見っけちゃった、助手席だけドリンクホールダーありました。ついてるんだっけ。今、目の前になんかマークあると思って、僕も忘れてました。そうです、前に。なるほど。で、運転席はじゃあこの下のちっちゃいのを使いってことなのかな。だと思いますね。というわけで、こんな感じに、まあ使い勝手どこの車じゃないですからね、ニュルを走るために生まれてきたような車なので、こんな感じのインテリアになっております。続いて前側のトランクも見ていきたいと思います。相変わらず深さも全然なければ、サイズも全くない。だからボストンバッグ1個がいいところですよね。ですね。で、今回の車はこのバッテリーメンテナーつなぐ端子だけ出してあるということで、まあそこにつなげばそのまま使えるようにこんな感じになっております。続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンの方が 5204cc、5.2 リッターですね。V10NA ですよ。そうなんです。これつい最近までこれがあったのがびっくりですよね。ですね、はい。で、馬力の方が640馬力ということで、通常モデルでもマックス610馬力だったところ30馬力アップ、そしてtorqueの方が600ニュートンで、なんと0-100 2.9 秒です。普通の裏感 3.2 秒のところコンマ3秒も速くなっていると。で、マックス325キロ、そしてこれに組み合わせるミッションの方が7速 DCT、 これ R8 と同じ仕組みですよね。そしてこれ何でパワーアップしてるかというと、なんかチタンバルブになってるらしいです。で、なおかつリフト量も1ミリアップしてるということなんで、カムシャフトも多分違うんじゃないかと。あとインテークが変更されてたりとか、あと排気パーツはもうごっそり交換してあるらしいです。で、実際マイナス10キロぐらいになってるということで、こんな感じのエンジンになってる。そしてエンジン、これあれですよね、ランボー歴代スペシャルモデルはこの金色のインテークというかヘッドカバーというか、インテークになるのかな、場所そうですね、STO とか SVJ とか金色ですもんね。こちらになってると。そして先ほど触れたその ALA のパカパカが、ここの中にパカパカついてるんですね。で、これいろんな資料を見たら、可変のパーツってつけるのは簡単だけど、重くなっちゃう。じゃあウイングをこうごっそり動かそうとしたりすると、やっぱりモーターだったり油圧とか必要になっちゃうんで、まあそういう重量増をしないでどうするかっていった時に、要はそのエアロを空気のコントロール、で、ダウンフォースをコントロールするっていう結論に至ったそうです。なのでこの中に左右そのパカパカがついてて、それでコントロールしてると、こんな感じのエンジンルームになっております。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。そうなんだよ。なんかまあしょうがない、ここで行くかみたいな。なんかそうなんですよね。というわけで、ちょっともう一回エンジンかけ直していいですか。めちゃくちゃ音がいいのよ。やばくない？やばいですよね。あ、そう EBM ついてるんで。というわけで今回は純正のバルブ開け閉めできるのがついてるんで、はい、モード切り替えに関係なく開けたり閉めたりもできると。はい、はい、開いた、やばこのさレスポンスがやばいよね。やばいですね。一応常識人なんで閉めてからいきます、はいはい。そしてですね、ポージとコンポジット、これこの辺やっぱり多用してるんでめちゃくちゃ軽くなってるみたいですね、やっぱり。そうですね。まああとアルカンもそうですもんね。そうですね。なんでそれはマイナス40キロぐらい貢献してるらしいです。はい、でしかもそのフォージドコンポジットって、特許はランボが持ってるのかな、なんかそんなこと書いてあったんですけど、開発自体は名古屋工業大学も参加してるらしいですよ。意外に日本のそういうのも生きてるという。すごい。はい。じゃあ行きましょうか。はい。今までウラカン何回か乗せてもらいましたけど、全部四駆ということで、はいはい、肉もちょっと乗ってみたい感じはあるんですけど、はい、ちょっとあとリフターを上げましょう。はい、こっち。あ、これ四輪リフターか。四輪です。はい。なるほど。では参ります。でももうウラカンって言ったら四駆が本流ですもんね。まあそうですね。はい。はい、だから必ず四駆モデルから出るし。はい。前期も後期もで、このペルフォも当然4駆ということで、はい、はい、そしてこの悪名高きフルバケットシート、正直レビューいたします。ありがとうですね、視界が普通の車の3分の1ぐらいしか視界が、そうなんですよね、まずここ目線から上が見えない、はい、そしてですね、乗り味はめちゃくちゃ硬い。硬いですよね。硬い。いやでも足の硬さで言ったら、まあ全然あり得る硬さなんだけど、シートがクッションゼロなんでより硬く感じる。そうなんですよね。AMG GT とかめちゃくちゃ硬いじゃん。うん、あれでなおかつシートクッションがない感じ。そうそうそう。これはね、だから人によっては5分が限界とか言うけど、まあ分からなくもない。いや本当に硬いですよね。けどそのせいですごいこうリジット感というか、うん、もう本当に車と一体になってる感じはあるよね。あ、そうですね。本当に車に対しこう全部のインフォメーションが伝わってくる感じありますよね。だから車っていうよりカートに近い。本当に行動に出てきちゃいけない乗り物で行動に出てきちゃった感がある。で乗った感じは、まあ、ちょっとその足の硬さにすごく最初気を取られるんですけど、乗りやすいのは乗りやすいですね。うん、ハンドルも素直だし、ブレーキもやっぱりこのドデカブレーキなんでめちゃくちゃ効くし、はい、あとランボって結構こうブレーキの初期制動がちょっと弱い、うん、まあそれランボに限らず多分カーボンセラミックそうだと思うんだけど、そんなイメージあるんですけど、ちょっとこの先ブレーキ踏んでみたいと思います、はい、うわーでもねめちゃくちゃ楽しい、うん、いいですよね。めちゃくちゃ楽しい。これも車軽いのもすぐ分かりますし、軽いね車。一応カタログスペックだと1300何十キロだよね。そうですね。車検証上でも1600キロっていう V10 積んでて、その車重だよ。やばいですよね。どの車種は言わないけど最近だって直4で2トンオーバー、うん、もうあるじゃない、プラグインとかさ、なっちゃうと。これからはもうそういう方が多いですからね、うん、バッテリーもやっぱ重いですし。そうね。いやなんか本当に軽いは正義を再確認させてくれる車、うん、そうですよね。これいいね。あとステアリング全然クイックじゃないのね。うん、マクラーレンみたいなカミソリみたいなステアリングフィールじゃないけど、はい、ちゃんとこう思った方向にスッてこう車入ってくる感じ、うん、だ最初この辺は割とこう遊びがちょっと大きめにあって、そこからグッてこう、うん、あブレーキはあ全然効く、うん、ちゃんと効きますよね、うん、アベンタより効く気がする。いやアベンタスススっていっちゃわない？ちょっと車重とかもあるんですか？あるのかな。ちゃんとパッドがタッチしてからもうすぐグーグーって効く。結構ブレーキも分かりやすいですよね、タッチ。アイドリングストップはオフにします。車軽いな本当に。これ軽いです。ブレーキ踏んで分かるね、うん、一番は、うん、標準の例えば6104とか580-2とかもそうですけど、うん、ノーマルのやっぱり標準のウラカンとの車の動きとか、まあ、エンジンかけた時からそうですけど、一個一個のこう伝わってくるものが全部違うんですよ、全然。確かに確かに。もう本当違い、同じウラカンとは思えないぐらい。本当に彼らと GT3RS ぐらい。そうですね。違うんじゃん、別のなんかステージを走る車っていう。そうなんですよ。この車にとっては褒め言葉になるんですけど、本当にとんがってるんですよ、めちゃくちゃ。こんなに振り切れてる車ないよね。まあ、もちろんやっぱその乗りやすいっていうのもあるんですけど、車のやっぱキャラクター的にはすごくとんがってる。確かに。いや見た目で言ったらさ、なんかウラカンで大きめのウイングがついてるだけでしょなんて思うけど、乗るとこれ全然別物だね。別物ですね。これがしかもこのね本当に何十キロっていう一般道でそれが分かっちゃうぐらいなんで。確かに。だ本当に ALA を本領発揮するのはもっと速度域高くないと、ニュルみたいなところじゃないと本領発揮できないみたいですけど、ただこれは絶対飛ばしても大丈夫だろうなっていういやちょっとでも V10 の車の動きじゃないね。めちゃくちゃ軽い。ただこれは腰言わしちゃうね。腰やばいですよね。もうそろそろちょっと来る頃かなっていう。入りたくなっちゃう。だからツーリングとかで走るにも、ちょっと本当に結構距離にもよりますけど、やっぱシートがちょっと体にきそうな感じはしますね。なるほど。で今回モードはずっとストラーダで来ましたけど、スポーツにすると4駆の配分がフロント30リア70、でスポーツにすると全部後ろに振られるそうです。であとコルサになると可変っていうふうに資料には書いてありました、はい、そしてバルブをじゃあちょっと開けて、ちょっとスポーツは僕危険なんで、ストラーダのままちょっと気持ちよく走りたいと思います。あとミッションのこの変速の仕方とか味付けは意外にスパルタンじゃないなと思って、そうなんですよね、モードにもよるのかな。なんか全然普通に乗れる感じ、ミッションに関しては結構多分そのモードによっての違いはあると思いますし、まああとその DCT がやっぱすごい滑らかですよね。オートマだと多分もう本当に40キロとかでも4速5速で入っちゃうと思うんで、いきます。はい。うわ、速い。気持ちいい。音やばいっすね。やばい。これだよな。めちゃくちゃ気持ちいい。この V10 特有の音っすよね。いいね。ポロロロロって、はい、これはすごいぞ。でもやっぱり飛ばしてもそんなにこうミッション自体は本当にスムーズ、スパルタンじゃない、ショックも少ないですもんね。だからこれね、シートを変える人も結構いるんだよね。ああ、まあまあまあ、まあ普段乗るって考えたら確かにこのシートじゃない方、スポーツシートで電動のリクライニングがある方がいいと思いますね。4年前にペルフォルマンテ一度乗らせていただいて、土方店長とレビューしたんですけど、普通に乗れるってサムネで書いてあったんですけど、はい、正気かと思ったら、はい、そっちの車はやっぱり電動シートついてるってことで、このシートだとちょっと普通に乗れるは言い過ぎかなってなっちゃいますね。ちょっときついかな。多分僕ら結構耐性ある方と思うんですけど、結構きつい、でもやっぱりペルフォやっぱ、キャラクター的にはこっちですよね。そうね、らしさで言ったら圧倒的にこっちじゃない、GT3 のクラブスポーツじゃないですけど。そうね。あとね、信号がもう見えないのよそうですね、3台後ろなのに信号が見えないっていう、目線ぐらいの高さになるとちょっともう怪しいですよね。だからなんかさ、もう一つもこう快適性のところは、まあ、考えられてるかもしれないけど優先はされてないじゃない。そうですね。でももうそこかなっていう、もう非日常を楽しむ車じゃん。そうです、だからこれ1台はもちろんきついけど、これともう1台持ってたら全然いいんじゃないかなっていう、あえてこっちをなんかさ乗りやすくしちゃうんじゃなくて、この振り切れた仕様のまま。そうですね、まあ早く走ることに重点を置いて作られてるんで。そうね。あ、ていうかこれコルサにすると圧倒的にアイドルアップして、はい、あ、もう全然違うね、車のキャラがコルサにすると。そうなんですよ。すげえ。足も硬くなってるからなってるな、これはすげえな。この車はコルサモードがやっぱ一番本領発揮ですからね。これでもニュル一周したらごちそうさまでしたって感じだよ。ごちそうさまでしたけどでも僕でも多分帰ってこれる自信がちょっとないですよね腰言わしちゃうよかっこいい。コルサにするとこっちにコルサって出てる。ここに今まで水温とかいろいろ出てた、メーターがね出てたけど、これがスポーツで、コルサだともうここ見ないでこっちで見ろと、こっちで全部表示されるんで、素晴らしいですね。こっちで見ろと。いや、これはすげえ。これはすごいし、やっぱり評価されるよ。されますよね。ペルフォはやっぱ今探してる人やっぱちょいちょい結構多い気がしますよね。まんま生かしていただきます。このウインカーがな、久しぶりに乗るとやっぱ慣れないな。どこだったっけってなるよね。そうです。ちょっとパドルを一回こう触っちゃうんですよね、ウインカーと勘違いして。うわー、助手席捕まるとこないから余計にさシートを感じるね。そうなんですよ。足はちゃんとやっぱ動くんですけどね。やっぱただもうボディもシャーシもカーボンとアルミのハイブリッドですし、全体的にやっぱ軽量で剛性が高いっていうのがあって、結構やっぱいろいろ拾う。もうランボルギーニがその当時考えうるハイパワーなエンジン、シャーシ、ボディ、エアロダイナミクス、その4つを全部こう集大成として合体させた車らしいんですよ。で視界は本当にこんな感じなんで、上が見えない、信号はこっちの手前の信号はこのぐらいいかないと見えないっていう、はい、結構ウィンドウは本当に、あとダッシュが長いんですよ。あ、そうね、すごい奥行きあるよね。そうで、ちょっとこう上にせり上がってる感じ、まあ、フロントの視界はそんなにこう広くはないという。これだからサーキットとかちょっと行ってみたいよね、どんな動きするのか。まあ、GT3 とかもそうですけど、やっぱこう空力パーツ、エアロパーツがこうしっかりついてる車はやっぱもうそういう速度じゃないとわからないですからね。富士とか走ってみたい、うん、全然そんなスキルないけどこれは腰が全ての段差がお尻でわかる。そうですね早い。これバイクだね。バイクですね。タイヤ4つついてるバイクだね。すごい。そしてコルサーだと変速ショックあえてあるですね、演出で。さっきストラーダの時は分かんなかったですけど、めちゃくちゃスムーズよね。コルサーの時はあえてちょっとこう、変速ショック出してるような感じで。あとこうステアリングもコルサの時ってこうすごいフロントの接地感、すごいですね。結構重たくハンドルが。いやストラーダ本当になんかね、ハンドル普通の車なんよ。あ、変わるっすね。全然違う。あ、全然違う、ストラーダと結構ね遊び大きめで、本当にこうググって切ってってからなんか車グイッと曲がる感じ。ストラーダともうパワーステの重さも軽いですね。いやダメだな、今日でもコルサがいいな。でも確かに腰と背中、僕もちょっと姿勢が悪い人間なんでちょっと恥ずかしながら結構腰のあたりとか、これはね言わしちゃうよね。いや僕も何を隠そう、前の車フルバケ200、はい、今はなき TSG、一番猫背のやつ両方入れてたんですけど、普通フルバケってこう体がサポートされてこう支える必要ないから運転楽になるんですけど、ちょっとこの大きいからか少しこう体動くし。そうですね、あと背もたれの角度もうちょっとだけ、そうね、調整できるようにしたいよね、せめて。まあ、ポルシェもそうなんですけどね、 GT3 もそうなんですけど、結局速く走る車ってレーシングカーもそうですけど、フォーミュラーはちょっと別として速く走る時ってこうグリップ感じ取るためには確かにしょうがないんですけど、この背もたれ角度を起こさなきゃいけないのは。でもやっぱ街乗り考えるとフルバケでこの角度はちょっと結構きついですよね。いいんです、ニュルを走るために作られた車なんで。そうですね、確かにもうさよならですよこれが。いやー、そう考えると悲しいですね。次なんか V8 とかって話も出てるんでしょ。聞こえないじゃなくていやなんかウラカンってもうずっとこの、まあ、R8もそうですけどこの V10 特有のやっぱ音、で僕なんかちょっとそのレースやったのもあったんで、いまだにこうサーキットでそれこそウラカンの GT3 とかレーシングカーのやっぱこう走行を見る機会も結構あるんですけど、やっぱ音こういう感じなんですよ、本当にやっぱ V10 の特有の音なんで。なんか悲しいですよね、V8 ってなっちゃうと。確かにもう V10 にしか出せない音だよねこれね。これは V10 にしか絶対出せない、まあ強いて言えば、近いで言えば、TTRS とか RS5、じゃないや3か、もう一緒ですけど5気筒、まあやっぱ気筒数が半分減ってるので、音のなんだろう音色は似ていると思うんですけど、V8 になっちゃうとこの音はやっぱこのフォロ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 って音で。そうなんですよ。これは出ないですよね。うん、この音は悲しいな、なくなっちゃうのは。いや、めちゃくちゃいい音してる。でも最初にも言ったけど複雑すぎない？肉があって四駆があってスパイダーがあって。あ、そうなんですよね。だってペルフォスパイダーもあるんだよ。うんただ東京のうちの店舗のスタッフとかは、うん、よくまあおすすめしてる、まあ多分ボンドのグループで他のまあ営業も同じようなこと言う人いると思うんですけど、乗りやすくてやっぱ楽しめるのは6104、うん、4駆の方が車のやっぱ安定感はやっぱ全然高いですよね。うんうん、それでいてトルク配分、その駆動配分的に結構リア寄りじゃないですか。だから2度シップのやっぱ MR っぽい動きも残ってるんで、全然4駆モデルの方で楽しめるんですよ。で2駆の方は軽さは確かに4駆よりもちょっとあるんですけど、パワーがパワーじゃないですか。580馬力でこんだけ軽量な車で、正直いろいろこう走行、サーキット走行とかの経験がある人とかでも結構怖いと思う。確かに確かに。結構本当暴れるような車なんで、まあとてもじゃないですけど路面がこう濡れてる時とか踏めるような車じゃないんで。確かに4駆4輪使って600馬力をやるのと、5輪だけで500馬力後半って言ったら、そりゃ結構怖いよね。多分怖いですよね。まあいい意味では味なんだろうけどね。うん。だからまあ本当に腕の自信ある人とか、あとはもうサーキットとかこう広いところでクローズドコースで走る人にとっては、2駆のモデルもより今度レーシングカーチックで面白いと思うんですけど、ちょっと街中とか高速道路とか通常の走行シーンを考えると4駆の方が全然乗りやすいと思います。だから4駆が真骨頂なんですね。そうですね。まあポルシェだってもうその速く走るにはもう4駆だって結局ターボもある時から全部4駆になって。そうですね、ですね、もう腰が弱しそうです右ハンドルなんか視界とか運転した感じは全然いいなと思うんですけど、やっぱペダルアクセルが結構重要ですよね。なんかもうちょっとこう外にアクセルペダルがいつもあるイメージが頭にはあるんで、ちょっとそれと比べるとペダル寄ってるかな。じゃあもう腰が限界です。はい、同じなんかロードノイズっていうか、この路面の、うん、ゴツゴツをすごく腰に受ける感じですよね。ずっとゴロ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 っていう細かいこの路面の肌目を。これはすげーな、シートがいいな、ペルフォすごい久しぶりに僕も入庫して乗ったんで、いやいいな。もう前期の一つの集大成ですからね。そうですね、はい、いやー尖ってるな。でもボディの柔らかさ全然ないよね。全然ないです、うん、むしろもうちょっと柔らくしてくれていいんだけどっていうぐらいガッチガチガッチガチ、ちょっと路面のこの凹凸で声が震えちゃうぐらい。いやーすごい、すげえ気持ちいい。ワインディングとかベタ踏みして走るとかじゃなくて、単純にちょっと低いギアで、この V10 サウンド楽しみながら、そんなに高くない速度でワインディングとかすごく気持ちいいと思います。でも決して GT カーではないよね、やっぱり。もう本当に生粋のレーシングカーって感じが近いですよね。すっごくスパルタンだとは思いますこんなこと言ったら怒られちゃうから、よくエアコンとナビとかついてたなって僕は思っちゃうぐらい確かにそう言われるとそうだねない方が似合っちゃうんじゃないかぐらいの。そうなんですよね、はい、車のキャラクター収納もほぼないですからね。ないです、でまあ今回ね、前の方がこうデジタルインナミラーつけてるんで、もはや後ろの視界が確保されてる。やっぱ全然視界がこれだけで全然後ろやっぱ違うんで、あれば便利なんですけど、なんか車のキャラクターに合わない感じがしちゃって、確かに頭の中がちょっとこんがらがっちゃうんですけど、でもあった方がいいと思います。いや圧倒的にもう後ろの視界だってこれだよ、絶対見えないからね、これ一応バンパーについてるということで。そうですね、はい、これちょっと遠出は無理だもん。1泊2日のこうなんか近場での旅行って言っても、ちょっとこう車でもう1時間2時間って出かけるのはちょっと厳しいかなっていうね。いやでもスーパーカーそれぐらい特別でいいんじゃない？うんまあそうですね、うん、いや逆に言うともう本当にどんどん今までと違うプラグインとか EV とかいろいろ出てくる中で。そうなの、なんか最近さ人が乗れるスーパーカーとかさ、そうないですよね、快適なのめちゃくちゃ出てるからね。なんかそうなんですよ、普通に街乗りできるスーパーカーとか、うん、そう考えるとやっぱりもうこういう生粋のエンジンの車は今が最後かなとも思っちゃいますよね。確かに。いや勉強になった。ありがとうございます。ありがとうございます。腰がやばい。じゃあ最後になりますけれども、はい、そのまま乗っていただくもよしですし、プラスアルファ最初にも触れたそのプロテクションの部分だったりだとか、はい、まああとタイヤ、うん、まあできればもう年月経ってちょっとコンパウンド少し硬いかなと思いますんで、はい、まあスペアとして取っといていただいて、うん、まあ車外のホイールなんか選んでいただいても。うん、東京店得意ですもんね。そうです。まあそれを期待しての今回ご決なので。はい。そしてあんまりいいニュースじゃないですけど、次方はなんか電動がもう間違いない。まあもうしょうがないですよね、時代の流れ的には。まあマイルドになるのかプラグインになるのかちょっとわかんないですけども、V10 はなんか消滅だっていう話は聞きました。はい。でなおかつ何かしらの電動のそのサポートが加わる形になるってことなんで、もうこの方はもうこれでもう一旦終了ということで。はい。まあ今後も。あれですよね、まあ、今日も乗ってもう十分分かったりめちゃくちゃレーシングカーチックというかそうですね、まあ日常使いでは向かないですけど正直なところ、ただやっぱこういうちょっととんがったモデルが好きな方にはもうなかなかこういうモデルもそんなに今後数多く出せない気もするの で、はい、よかったらまあこういうのも乗っていただけたらなとは思います。ぜひ非日常の1台として、うん、はい、選んでいただけるといいんじゃないかなと思います、はい、というわけで今回はランボルギーニウラカンペルフォルマンテをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。